はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい。えー、まあ、これね、昨日ね、えー、ここみちゃんさんがちょっと配信してたんですけど、とりあえずね、これ、あの、根拠があるんで、えー、貼っておきますね。はい。えー、根拠があるんで貼っておきます。Yahoo ー,ースさんからです。はい。えー、ニジェールですね。ニジェールが、例のね、えー、いわゆる、う、う、うの欄ですね。ウーンん。はい。ウランの、 価格をかなり引き上げました。はい。0.8ユーロ1グラムね。0.8ユーロからなんと200ユーロに引き上げました。はい。えー、これによってねウラあの、ウランですね。この核燃料の原料となるウラン。 はい。これのニュースが結構大変なことになってくると思います。えー、日本はね、まあフランスから、あーこういったあ処理された、あまあ,あ、ウランちゃんですね。を輸入しているのもあるんですけど、実は中東から結構輸入しておりまして、えー、まあ中東に結構いろんなものを依存してるってことですよね。石油もそうですし。で、考えられることとしてはね、 えニジェールがウランの価格を上げたんで、はい、わかりますよね。便乗値上げが始まりますということです。はい、えー、そんな上げるんだってなるんですよ。はい、他のね、ウランをこう、採掘してる国はね、 え、そこまで上げるんだったら、じゃあ、うちもちょっとね、あんまり安くてもね、っていうことで、まあ、お金も入るしね、あげようかなっていうようなね、えー、ことがどんどん起こってくるでしょう。はい。まあ、この辺は想像つきますよね。想像つきますよね。はい。えー、まあ、そういうことになりますね。はい。えー、まあ、当競争ですから。 えー、いわゆるこういったね、燃料の価格なんていうのは過藤競争なんで、一箇所がね、だいぶ上げてね、えー、まあ、なんていうのかな。じゃあ、うちも上げようかな。そんなん上げても大丈夫だったらうちも上げようかなってことになるんですよ。はい。えここら辺はね、えー、まあわかりますよね。あの、マーケットの 動きを見てれば大体、まあ、わかると思います。はい。えー、なのでね。えー、まあ、上げてくるでしょう。中東も。はい。これによって何が起こるか。はい。今までね、えー、原発運転してるから、安い燃料でね、えー、我々 OK だったから、電気料金ね、値上げしないよ、据え置くよ、って言ってた電力会社。 はい。えー、ありましたよね、何か所か。はい、えー。そういうところが上げてきますよということです。まあ、当たり前ですよね。あのー、使ってるね、あの、燃料が上がるんで、上げてくるでしょうね。これ、あの、想像するの簡単です。はい。簡単に想像します、できます、これね。 あの、市場原則っていうのを、市場原理っていうのを知ってれば、すぐにわかることです。はい。えー、ニジェールね、えー、まあそんなにあげたんだ、それでもね、えー、っていうことで。まあニジェールの場合他に意図があってね、えー、フランスを自分の国から追い出したいっていうのがあるんですよ。はい。なので、えー、今までね、フランスに安く買い叩かれていたのでね、えー、もうやらんよと。 君らの自由にはさせんぞよということで、えー、こういった手法に出てきたんですね。はい。えー、そこら辺わかりますよね。でも、このね、ニジェールのこの価格の、なんて言うのかな、激増というかね、激値上げというかね、えー、そういったものにつられて、まあ、臨値上げは生じます。当たり前です。 これ、市場原理で動いてますから、はい、そういうことになるでしょう。まあ、上げてもね、売れるんだったら、値段上げても売れるんだったら、その方がいいよねってことになります。はい。えー、なのでね、日本が主に調達しているアラブもね、えー、アラブの諸国も多分上げてくるでしょうね。はい。えー、なので、それがね、最終的に、 日本の電気料金ですね。今まで上げないよって言ってた地域はい、えー、カクカクでね動かしてるから上げないよって言ってた地域が今度上がることになります。はいえー、ということで日本全国まんべんなく電気代ガス代まあいろいろね電気代ですね主に日本全国まんべんなく上がってきますよということになります。 はい、えー。不公平感がこれで、まあ、なくなると言えばなくなりますけど、はい。あまり嬉しいことではないかもしれませんね。えそういうことでございます。こちらのニュースね。 えー、貼っておきます。はい、えー。まあ、ちょっと調べたんですけど、えー、根拠がきちんとありました。はい。えー、そういうことで、えー、200リー,ーロです。1グラムですよ。1グラム。すごいですね。はい。えー、まあ、そういうことなんで、えー、皆さん見に行ってください。でね、私たち、あのー、いわゆるね、電気料金が上がるのに、まあ、備えましょうよということですね。はい。 えー、頑張りましょう。皆さんね、本当に非常用電源は1個ぐらいは買っといた方がいいかもしれませんよ。はい。えー、これによってね、電力の供給があ不安定になるということも考えられますから、今後。はい、えー。いわゆるね、高くて燃料が買えなくてね、電力の供給が不安定になって停電が起きるということも、えー、なきにしもあらずの世界に入ってくると思います。はい。 えー、まあ、一年以内には入るでしょうね。えー、そういうことなんで、皆さん、あのー、まあ、簡易のね、えー、蓄電器と、まあ、500ワット、うちは用意してますけどね。あと、まあ、太陽光パネルね、持ち運びで,できるようなやつですけど、200ワットかな。はい。えー、これも準備しております。はい。えー、そういうことで皆さん、あのー、準備だけはいたしましょう。はい。 多分あの500ワットのね、非常用電源5万ぐらいです。はい。えー、なんとか毎月切り詰めて、えー、買いました。私は。はい。えー、切り詰めないとね、買えませんけどね、このあの5万の出費って結構痛いですからね、えー。そういうことでございます。皆さんね、頑張りましょう。それでは今後ともよろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。ね